はい、ではですね、だんだんちょっとこう方程式っぽくなってきましたよね。今回は指数に関する方程式、不等式を解くという練習です。まあ、これを見て分かる通りね、まず指数に x が入ってくるという時点で、まずこれを思い出さないといけない。 y イコール a の x 乗です。そして y イコール a の x 乗っていうのはグラフをかけって言われたら3パターンあったはずだということを思い出してくださいね。場合分けは a イコール1の時と0から1の間と1よりも大きい範囲の3つです。この3つのグラフイメージできますか？まずそのイメージができた段階でこの3つの問題を考えていきたい。でもじゃあどうアプローチすればいいのかっていうのを前の動画でもご説明した通り、こいつの名前にヒントがあった。こいつです。こいつの名前何だったかというと定です。定、そこっていう字ですよね。つまりまずはそこをまず揃えてから考えてくださいっていう発想を持ちましょうねっていう話でした。じゃあどういうふうに考えるのか。定というのは見た目通りです。ここです。この2つの式を、この2つの、ね、関係を考えるときに、ここが定がバラバラだと比較できないんですよね。つまりまずは1回定、そこを揃えてから考えましょう。なのでまずこの問題、アプローチ方法見えてきますよね。9と27に共通する定は3です。3なので9は3の2乗の、まあ、x 乗ですよね。で27は3の3乗です。もちろんくどいようですけど、3の 2x 乗イコール3の3乗ですよね。ここ一発でできる人はそれでも全然構いません。でも慣れないうちは怖いことはやめましょう。計算ミスをしないように基礎基本はしっかり覚えてから、それを省くっていう風にやってくださいね。でそうすると3の 2x 乗と3の3乗が一緒ってことは、もちろん定は一緒なんだから、それを何回ずつかけたかっていうのが一緒なはずなんですよ。イコールなので。そうすると 2x イコール3なので x は2分の3ですよねっていうふうに解きます。これはまず一番オーソドックスですよね。同じように解きましょう。同じように解くんだけれど、今回は不等式です。不等式が絡んだ時に怖いのはこれですよね。いきましょう。まず定を揃えます。定は2と8に共通する定は2です。8は2の3乗。一発でバッと思い出してくださいね。そうすると2の x-1 乗小なりイコール2の3乗です。で、この場合 y イコール ax 乗のグラフを考えると、定が今2なので a が1より大きい場合を考えればいいことになります。 a が1より大きい時のグラフというのは、まあ、簡単、ちょっとすぐ消しますけどね。こんな感じでしたね。これが a が1より大きい時の y イコール ax 乗のグラフでした。つまり x が大きくなればなるほど y の値も大きくなっていく、指数関数的に大きくなっていく。今回は定が1よりも大きいのでこのグラフ上に載っているはずだと。ということは、つまりはここの関係が y の値が大きければ大きいほど、逆に言えば x の値も大きいはずだというのが a が1より大きい時のグラフからわかる事実だったので、その事実になぞらえれば x-1 小なりイコール3って持ってきていいっていう話ですよね。で、これを普通に解けば x 小なりイコール4、つまり x は4以下ということになります。いいでしょうか。これがここを思い出してねっていう時の理由ね。じゃあ3番、同じように注意して解きましょう。まずは定を揃えます。そこを揃えないと比較できません。この2つに共通する定、ちょっと難しいかもしれないけれど2分の1です。2分の1を2乗すると4分の1になるので、4分の1は2分の1の2乗の x 乗、2
分の1の x プラス1乗ということになります。ここくどかったですね、くどかったですけど、まあ、注意しすぎることはないので、2分の1の 2x 乗大なり2分の1の x プラス1乗と。で、じゃあ今回注意しないといけない t が0から1の間です。その場合グラフはどうなっていたか、どうなっていたかというと、こうなっていたんですよね。これが a が0から1の場合の y イコール a の x 乗のグラフです。そうするとどうなっているかというと、 x がだんだん大きくなればなるほど y の値は小さくなっていく。逆に言えば x の値が小さくなっていけばいくほど y の値が小さくなっていけばいくほど y の x の値が大きくなる。でなおかつこれでいけば y の値が大きいほど x の値は小さいんだって話になってくるわけですよ。そうすると単純にこの t を揃えました、さあ比較しましょうのところで、この2つを比較するのはわかるけども、代償関係にもう本当注意しないといけないわけですよね。2分の1なので y の値が大きいってことは x の値は小さいわけだから、x の比較に入った時は代償関係が反転します。わかりますか？しっかりひっくり返るんですよ。そうするとこれを解くと 2x-x 小なり 1x は1より小さいという話になります。はい、今回ね初めて指数に関する方程式不等式に入りましたが、考えないといけないのは y イコール ax 乗という式、式というかグラフというかね。そうすると x イコール1と0から1の大きさの時と1より大きい時の3パターンがグラフに書ける。そして気をつけないといけないのはこの2つ。0から1の間の時にはグラフはだん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 小さくなる。ということは y と x の値の関係はって言われたらって話ですよね。そしてもちろん1より大きい時は今度は x が大きいほど y も大きくなるので、y の比較から x の比較に入るときには注意してくださいねっていう話になってました。まずね、ここら辺がまずは基本的な問題なので、ベースになる t のところのね揃え方と、で実際の不等式方程式の解き方の簡単なところを覚えてから少し複雑な問題で練習してみてください。